オデッサ作戦は連邦軍の勝利に終わり、ジオン軍はヨーロッパから大きく後退。マクベはザンジバルで脱出した。戦いはこの一戦で終わりではないのだよ。考えてみよう。我々が送り届けた鉱物資源の量、ジオンはあと10年は戦える。ホワイトベースは連邦軍補給基地のあるベルファストへ入港。レヴィル将軍は少年たちに補給の後ジャブローへ向かうよう示した。そんな中、正規の軍隊のように扱われることに馴染めず、ホワイトベースを降りることにしたカイは、ベルファストの町で一人の少女ミハルと出会う。泊まるとこないんだろ、うちへおいでよ。いいのかい？訳ありだな。その少女がジオンのスパイだと知らず。ラク7号が木馬の乗組員と接触したという情報が入りました。マッドアングラー隊に回されて早々に木馬に出会うか。私は運がいい。ゴッグ、発進用意。続いてズゴック。ゴッグは8分後に木馬と接触するはずです。30秒前にミサイルを発射し、ゴッグの上陸を援護する。うまく潜り込めそうだ。ブーン艦長、援護の攻撃を願いますよ。復活のシャア。モビルスーツらしいものに上陸されました。ドックには近づけるな。何としてもホワイトベースは守るんだ。この新型のモビルスーツか。ザクやグフとは違うようだ。出てきたな、モビルスーツも。馬力ならこのゴッグも負けんぜ。やったな、ガンダムってのは。回避道の方へ。いや、やられる時はどこにいてもやられるものだ。全員を指揮する者が弾の後ろで叫んでいけば勝つ戦いも勝てに。そうでありますか。右の攻撃に対して防戦できんのか。はっ、伝えます。エリア60から65の防戦体制どうなっておるのか。はっ、応援を頼んだところであります。全てモビルスーツ、モビルスーツか。時代は変わったな。ゴッグだ。俺にはもう関係ねえんだよな、ドンパちゃんか。しかしよ、なんで今さらホワイトベースが気になるんだ。貴様にだってやることはあるはずだろう。それでも男です、軟弱者。軟弱者かもね。止まれ、軍の者だ。止まれ。あとで基地まで取りに来てくれよ。いいな。逃がすか。死に死に、このアムロ、気をつけろ。食らいすぎだ。そこだ。この艦タンクは、カイさん、頼みます。チャットの修理がようやく終わったんです。ハヤブサはキャノンで引き付けます。しゃべな。これ以上好きにはさせねえぞ。
っとだ。やったな。アムロ、それ以上避難するともたんぞ。